アルバトロス DI アルバトロス DI アルバトロス DI は第一次世界大戦中のドイツの戦闘機である。第一戦で活動した期間は短かったが、本機に続くアルバトロス D シリーズの戦闘機は、大戦の最後の2年間においてドイツ及びオーストリアの戦闘機体の中核を形成した。DI はロベルト・テレン、R ・シューベルト及びグナディッヒによって設計された。 これは当時、連合国側に、ニューポール11、ベベ、エアコーデ DH2 など、フォッカー単容器他の初期のドイツ戦闘機を凌駕する戦闘機が出現し、連合国側に、広範な制空権をもたらしたことへの一つの回答だった。DI は1916年6月に発注がなされ、8月には、実戦に投入された。DI は、 合板パネル製のセミモノコック構造の胴体を持っており、これは当時の主流であった布張り箱型の胴体よりも軽量かつ強靭で、また空気力学的に洗練された形に整えるのが容易であった。そしてまたフルモノコックの胴体よりも低コストで製作することができた。エンジンは6気筒水冷のベンツの150割きビジー、スリーカー。 メルゼデスの160馬力 D3 のいずれかであった。DI は、各して、それまでドイツ帝国軍航空隊に導入された最強の戦闘機となった。その強力なパワーにより、シュパンダウ機関銃2丁を固定式に装備しても性能はいささかも低下しなかった。DI は、その当時としては、比較的高い翼面荷重を持ち、特に操縦性に優れていたわけではなかったが、 速度と火力の優位によって、それを補っていた。そしてほどなく、最高の万能戦闘機であることを証明した。先行生産系を含めて、前後10機の DI は1916年11月までに実戦配備され、それ以前のホッカー戦闘機やハルバーシュタット戦闘機と交代した。そして、帝国軍航空隊の戦闘機体に、本物の牙をもたらした。しかし、 DI のさらなる生産は行われず、その後の生産は、パイロットの前方及び髪型の視界を向上させるために、上下翼の感覚を狭めた D2 に移行した。D2 は、アルバトロスキ最初の量産型となった。諸言性能武装。ありがとうございます。